実際のあのシャツを見れば分かると思うんですけど、まあ首にこっち側がね引っ張られてるから。よろしくお願いします。毎度です。またひろいさんが来てます。どうも。またアドバイス動画なんですけど、 Twitter で、はいはい、いろんな英語投稿してもらっています。Hello, it's me again. Thank you for your advice last time. If you don't mind, I have another thing I need advice on. It's kind of hard for me to make it look as if clothes are getting pulled. どうですかね。多分ネクタイを緩めてるんだろうけど、多分ねシャツの構造を理解してないで書いてるからちょっと違和感があるかな。あ、じゃあ何か似たようなポーズを書いてもらえますか。そうですね。じゃあお願いします。はいはい。よし、じゃあ最初は日野井さんが頭のあたりを書いてますね。シルバーさんのなんか色の選び方はなんかセンスはいいですね。そうですね。その背景もネクタイも髪と肌の色がよく合ってる感じ。よし、今のところで多分顔がまっすぐに正面っていう感じだけど、肩は少し斜めてるかな。シルバーの絵の中で引っ張ってる方向と顔が向いてる方向は同じですね。うん、井上さんが描いてる感じだとネクタイを引っ張る方向と顔が少し違う方向になる。シルバーさんはちゃんと手を描く挑戦してくれましたね。うん、手の挑戦は大事。よし、ひろいさんが顔も首も肩を描いて、シャツの襟とネクタイと手を軽く位置と大きさは描いていますね。腕のポーズと袖のシワは描いてます。シルバーさんのキャラクターはそのジャケットは着てないんですね。なんか上にかけてるだけ感じ。うん、そうですねマントみたい。で、顔は正面っていうより少し左に向いてる感じなのか。あ、やっぱりネクタイつけるホワイトシャツだとボタンもついてるはずですね。うん、まあネクタイで隠れちゃうけどね。うん、よし、ネクタイとワイシャツはかけ終わりましたので顔に戻ってます。そして襟の左側は少し修正入ってます。今のところを変えて何か効果ありました？そのもっと引っ張ってられてるように見えるためですか。うん、そうですね。たるんでるとね、引っ張ってる意味ないから。うん、うん。そして肩も直して、もう少し前に出てるようにしてますか。まあバランスですよね。左右。うん、うん、うん。
今の習性はもっと脇から出てくるような。そうですね。じゃあまあこんなもんでありがとうございます、うん、多分よくあるシーンですね、うん、漫画とかアニメで。実際のあのシャツを見ればわかると思うんですけど、あのボタンのついてるところありますよね。それからちょっと浮いた感じで襟があって下に下がってるんですけど、やっぱり実際のねシャツとかを見ないと説得力がないんで。そうですね。なんか記号化された漫画だと本当にあのいい加減な形で統一されちゃってるんで、まあ首にこっち側がね引っ張られてるからね少し締まって、でこっちのネクタイはちょっとたるんでると。そういうところ気をつけて描けばそれっぽく見えるんで。わかりました、うん、そうだね。そのシルバーさんが描いた感じで多分角度の合わせ方で逆にたるんでるところが首の上にかかって引っ張られてるところが緩くなってる。シルバーさんはネクタイをこっちの方向にね引っ張って描けばそれっぽくねもっと見えるから、そういう風にした方がいいんじゃないかな。でなんかネクタイの形も大事ですね。多分今の形だと引っ張ってる力よりもワイシャツの硬さの方が強くネクタイの変形してる感じですね。引っ張ってるのに襟の方が左に引っ張られてる、このキャラクターはそのシャツの作りで、例えば女性の服みたいな襟はあるけどネクタイ別につけるはずじゃない服なのか。まあ一応男用の服として書いた方がいいのかな、こういう場合は。ボタンの穴は書いてあるんだけど、ボタンで締めるシャツに見えない、まあそこら辺は端折っちゃってるんでしょ多分左側にボタンがあるってことは女性もののシャツになっちゃうからこれだと。あーポーズの話だとシルバーさんのキャラクターは右側に向いてでネクタイも右側に引っ張ってる感じなんだけど、日野井さんが描いた絵でキャラクターは若干左側に向いてでネクタイは逆方向に引っ張った方がなんか描きやすいですか、その人の描きやすいように描いてもらえれば。ほら、別にあのネクタイを外すとき左右に振るじゃないですか、そうだね、だからどっちによってでもいいんじゃないですか確かに確かに。ネクタイの結んでるところ親指なんですかね。ああ、ここの部分。そうです、ネクタイ色になってますよね、もしそれはネクタイの部分だとしたら、日野井さんが描いたようになんか手が隠れるような位置の方が良かったのでしょうか、ここにネクタイの結び目が来るんなら、こっから出てるのはもうちょっと太くした方が良かったかな。まあそうだね、ワイシャツにシワいっぱい書いてあるんですけど、あの生地の厚いジャケットだったら少ない線で済ますんですけど、薄い生地のワイシャツとかだとやっぱりね線は多めの方がいいんですよ。例えばそのネクタイを引っ張ってそれに合わせたシワとかありますか。あえて言うならここら辺ですよね。あ、襟もねそのままだったらもうちょっと外側開いて描いちゃうところを内側に寄せて、シルバーさんが結構上手に手を描いてくれましたが、手のアドバイスも何か。まあ影を意識してあの細かい影付けよりもワンポイントでね、あの結構あのね筋が結構こう実際には入ってるんだけど、あんまし忠実に描くとうるさくなっちゃうから、ワンポイントをちょんちょんと入れていけばそれぐらいであんまりうるさくならないように。そうですね、多分肌の色をつけたらなんか寂しいと思ってその線を描いたでしょうね。観察部分が影になるところを入れたらそれっぽくなりますね、じゃあ大体その服を引っ張るようなアドバイスはもらいました。ありがとうございます。どうもどうも。じゃあシルバーさんにまたこういう引っ張ってるポーズとか服のアドバイスワンポイントありますか。実際の服そのまま描くとダサくなっちゃう時もあるだろうけど、使うべきところは使わないと説得力がなくなっちゃうから、実際の服をねもう少しあの普段の生活の中で観察するといいんじゃないかな。ありがとうございます。シルバーさんも投稿
してくれてありがとうございました。ありがとうございます。アドバイスシリーズの中で動画いっぱいあるので、ぜひみんなプレイリスト見てください。あとはチャンネル登録お願いします。あといいねボタン押してください。よろしく。じゃあバイバイ。さようなら。